ばんは、マキです。先日ダバイさんと一緒にアウトレットに行ったので、その時の動画を見てくれ。動画ですか？あ、動画映しても大丈夫ですか、ね、今日はガバリさんとイルマのアウトレットに来てます。どうありがとうございます。いや、行きますか。行きますか。はい、はい、今日コストコとかもありますからね。え、コストコもあるんですか？あ、本当だ。コストコあるんですか？え、すごい。会員制かなんかだから。あ、入れないんですね。そうみたいですね。アディダス。アディダスに来てます。動画撮ってます。1000円、うん、あー、まあまあって感じですかね。前めっちゃ安かったんだよ。ウルトラブーストとか安くなってれば即決するんですけど。イージーはないっすよ。イージーないっす。アディダスめっちゃ安くなるんですよね。安いですね。キューリーライト安定です。ちょっとなんかちっちゃいインソールが、まだちょっと安くなる。値札がこれない。あった、3300円。うわ、安っ。かなり安くなってますね。こう、ミノルさんが好きなキャンパスとかもあるっすね。キャンパスエイカ、お、キャンパスだ。あ、これかわいいな。ちょっとよれてるけど、キンベロです。1万800円。そうか、ガバリさん的にはどうですか？キャンパスが安いとは思うんですけど、でもまあ数年前ぐらいまで定価9800円ぐらいでしたもんね。ああ、じゃあ数年前の定価ぐらいです。そうです。他はニューバランスとか。あーですね、次出るイージーイージーランナーみたいな。あ、そんな感じなんですか？そんな感じの。かわいいな。でもこれ9000円の 30% オフなんで、だいぶ580で。ニューバランスあんま分かんないですね。こんなの出てなかったでしたっけ、うん、可愛らしいです。でも全然高い。ニューバランスお高いですね。ちょっと欲しいですね。似合ってます。似合ってないですね。なんかあの博士感がすごい。なんかロサンゼルスの市街局番。そうです、だそうです。すごい、なんかためになります。ポップコーンとか売ってそうな感じ。いや、なんかキャラクターとしてはだいぶいい感じ。かわいいですね。いや、これ欲しいな。でもか、あれ、その買ってないからな。店員さんに教えてもらったんですけど、これはなんか木下ゆきなさんとフジモン夫妻が被ってて有名になったキャップだそうです。確かになんか、あの二方似合いそうですよね。なんかすごい、ちょっと歪んでる。うん、面白いな。ちょこれ可愛いですよね。なんか色が、緑。あ、緑いいですね。結構あれですか、単色で綺麗な色がいい。そうなんですよ、僕。あ、でも日本のこうプロ野球的な、うん、阪神とかあります。かわいいな。確かに、あれだとあんまニューエラ持ってないんですよね。あ、そうなんですか。
ヌエラじゃないキャップは結構あるんですけど。どうだった？いろいろと欲しくなっただろう？明日好評アップするので楽しみにしててくれ。本日の動画はここまで。また次回も面白い動画にするから待っててくれよな。